藤波さん、10回無失点でピシャリチームトップの4勝目で防御率もついに一桁。アスレチックスの藤波慎太郎投手29月1日日本時間2日、本拠のホワイトソックス戦、6-6の延長10回から2試合連続登板。10回裏に二塁手のエラーでサヨナラ勝ちし、チームトップの4勝目7敗を挙げた。タイブレイクで無視二塁でマウンドに上がった藤波は先頭のグランダルをフルカウントから99.7マイル約160キロで空振り三振。続くペレスは直球で2飛、デミラードには四球を与えたが、1番ベニンテンディをこの日最速の101マイル161キロで空振り三振に仕留めた。防御率 9.57 となった。息を吐くように四球を与える男。これも実質エースやろ。防御率 9.57 で勝利数チームトップは草。ほんまこいつ勝利を呼ぶな。勝ち星とかいうクソ指標。防御率9点台がものすごくいい数字に見えるマジック。有原の勝利数を抜き、小林正秀の勝利数に並び、あと1勝で和田武史の勝利数に並ぶ、すごい。これ来年も契約あるな。藤浪、今更阪神に戻るわけないだろ、最高のチームを見つけたんだから。